スイスのクロイツァー効果、バーナークロイツァークロイツァーは、オーストリア、ドイツ、チェコ、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、スイス、などで19世紀後半まで使用された通貨の単位である。一般に、額面の低い単位であるので、コインは銅貨、または低品位の銀貨で製造された。南チロルメラーノで製造された効果を起源とし、15、16世紀にドイツ南部に広まり、 表面に十字架が刻印されていたことから、この名が付けられた。オーストリアでは1857年まで、8ヘライコール4ヘニッヒイコール1クロイツァーという、換算で60クロイツァーが1フローリンに相当した。1857年重心法となってからは100、クロイツァーが1フローリンとなって1892年まで、使用された。ドイツでは主に南部諸公国で使用され、 換算率は、オーストリアと同様で1871年、統一通貨マルクの採用まで使用された。ハンガリーでは4クロイツァー効果が、小学効果の代名詞となり、ドイツ語の4が、補助通貨単位フィレールの語源となった。ありがとうございます。